さあこれより第2クォーターに入ります。琉球ガーデンライオンズ相手陣11ヤードからセカンドダウンインチの状況で試合再開です。つまり1ヤードない状況の残り距離という格好になっています。琉球ガーデンライオンズセカンダー、成功。ファースター、ここで琉球ガーデンライオンズパスプレーでこの状況を突破しました。クォーターバック7番ワイドレシーバー28番にパス、28番中央切れ込むように前進いたしまして攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースター、これにより琉球ガーデンライオンズ相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回で3ヤード突破を狙います。さあ宮古島はなんとかこれを阻止できるでしょうか。3ヤードの攻防を注目しましょう。これは宮古島ナイスディフェンス。ランニングバック33番ハンドオフ託され右オープン展開を図りました。しかしそれを宮古島シーホークス11番が猛チャージかけましてこのランプレー阻止し、9番11番のタックルによりこのプレーは阻止されました。約2ヤードほど押し下げた形になっています。素晴らしいディフェンス披露しましたのは宮古島シーホークス9番のデニー・トモリ、11番のタカラです。さあ琉球押し下げられましたが相手陣6ヤードからセカンドダウン2ゴールの状況です。パス不成功です。クォーターバック7番プレーアクションから中央切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、これは宮古島チーフホークス見事なディフェンスカバーによりパス不成功に変えています。琉球サードに変わります。琉球ガーデンライオンズサードアンドゴール残り6ヤード。振り切ったタッチダウン。ここで琉球左に展開したランニングバック28番にフレアパス、これを取った28番左オープンに展開、宮古島ディフェンス殺到する中これを弾き飛ばしましてエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。琉球ガーデンライオンズ28番の、ヨミネのプレーによりまして6点追加となっております。そしてタッチアウトのプレートライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加となっています。琉球ガーデンライオンズ14点、宮古島シーホークス0点という形になっております。宮古島シーオークスが素晴らしいディフェンスを見せまして、琉球を押し返すシーンもありましたが琉球これを跳ね抜けましてタッチダウンを重ね現在2タッチダウンのリードという形に勝っております。さあ先ほど見事に立ち上がりました琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。宮古島シーホークスこの攻撃で状況打開を図れるでしょうか。このリターンを注目しましょう。
宮古島リターンに入ります。オーケーオーケーオーケー、これはナイスリターン。リターナー左サイドラインに走り、リターナー5番相手タックルを弾き飛ばしながらハーフウェイ付近まで返し、この位置から宮古島シーオークスの攻撃に変わります。さあここで宮古島のリターナー5番の宮城が素晴らしいリターン見せまして、状況打開を図る白熱したプレーを見せました。オフェンス陣これに応えタッチダウン上げる形になるでしょうか。現在ライブ配信電波状況が非常に芳しくなく、現在音声が途切れ、映像が途切れているかと思われます。後ほどこちらの方はアーカイブ版を投稿させていただきますので、何卒ご了承よろしくお願い申し上げます。さあ宮古島シーホークス自陣48ヤードからファーストダウン10。さあランプレーから入りました。ランニング枠3番ハンドオフを託されまして、左オフタックルに突破、密集点を、ねじ込むように約1ヤードから2ヤードのゲインに変えています。キャリア3番は小島です。宮古島シーホークスセカンドダウン9、ボールオンは自陣48ヤード。再びランプレー、今度は右オフタックル付近をつきました。キャリア3番再び密集点突破を図りまして、約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。ここは3番小島のランプレーで状況打開を図る模様です。宮古島シーホークスサードダウン5、ボールオンは相手陣49ヤード。さあ今度はクォーターバックがハンドオフから自らキープしました。裏をつくようにカウンターで左オープン展開を図り、7番の突破力を期待したところですが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし見事なプレーでした。ここでランを決めました。ランニングバックは、クォーターバックの7番の浮山でした。しかし残り2ヤード残しまして、フォースダウンに変わっております。宮古島ここでどのような判断を下すでしょうか。ボールオンは相手陣47ヤードの位置にあります。さあ宮古島フォーメーションを組みます。フォースダウンギャンブル、このワンプレーで2ヤード突破を図ります。さあこの攻防注目しましょう。さあ中央いった、宮古島シーホークスファースター失礼、ここで、ホイッスルが鳴っています。現在、このプレーに関して審判団協議しております。審判団の判定をお待ちください。審判団の判定をお待ちください。
ね、ウォーターブレイクが取れます。ウォーターブレイクが取れています。熱中症対策のためのウォーターブレイクが入っております。このウォーターブレイクの判定をお待ちください。さあ、ウォーターブレイクときまして試合再開となります。宮古島シーオックス、先ほどのプレーで見事攻撃権行使になりましてファーストダウン獲得となっています。見事ギャンブル決めまして宮古島シーオックスファーストダウン10。ここで琉球ナイスプレーです。ここでランプレーをさらに重ね中央突破を図りました宮古島シーホークス。しかしこれを琉球70番がもうチャージかけましてこのランプレーを阻止し約3ヤードロスに変えています。素晴らしいディフェンスを披露しましたのは琉球ガーディアンライオンズ70番の高橋、明星大学出身のプレイヤーです。さあ琉球押し返されましたが現在も継続しております攻撃。セカンドダウン13の状況に挑みます。パス不成功、失礼しました、ボールを見失っておりましたがパス不成功の判定です。ここでクォーターバック7番は右奥走り込んだ8番にパスを投じました。しかしこれは琉球28番が見事にカバーしておりパス不成功と変えています。宮古島シーホークスサーダウンに変わります。リアンさんはメッセージありがとうございます。先日、宮古島に来ますというふうに発言しておりました。この試合の配信をするためです。さあ宮古島シーホークスサーダウン13の状況突破になるでしょうか。インターセプト、ターンオーバー。ここで宮古島シーホークスパスによって状況を打開を図りましたがそのパスを取りましたのは琉球ガーディアンライオンズ3番。パスを奪うことにより攻撃権奪取となりまして攻守交代ターンオーバーになっております。見事そのインターセプトを決めましたが琉球ガーディアンライオンズ3番のプレーは見事なプレーでした。さあ攻守変わりまして今度は琉球ガーディアンライオンズの攻撃になります。琉球ガーディアンライオンズ、自陣48ヤードからファーストアンテン。ここでホイッスル。ここで宮古島前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。宮古島はここで状況を打開を図らんとこの段階でタイムアウトを取りました。チーム名の下側にあります黄色いバーが現時点でのチームのタイムアウト残り残数ということでご理解いただければ幸いに思います。
さんメッセージありがとうございます、琉球ガダンライオンズそして、シオクス素晴らしい戦いを披露しております。確かに沖縄でアメリカンフットボール、しかも沖縄でも本島ではなくそのさらに西にあります宮古島での試合です。感慨深く、そして私の信じられない思いでこの試合を取らせていただいております。さあ琉球攻撃に入ります。パス不成功。今度は琉球クォーターバック7番左に展開しているワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、そのパスコントロールミスでパスオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。しかし琉球の攻撃継続です。琉球自陣48ヤードからセカンドダウンテン。ここで琉球ランニングバック33番にハンドオフ。33番、このランハンドオフから中央駆け抜け、そこから右にバーンアウト、右サイドには駆け上がりまして見事攻撃権更新としています。琉球ガーデンライオンズファースター、素晴らしいランキングをしましたのは琉球ガーデンライオンズ33番の藤本でした。大阪経済大学出身。さあ琉球相手陣35ヤードに入りましてのファースターアンテン。パス不成功。ここでクォーターバック7番左奥に設置としていたワイドレシーバー9番にパス、奥を走らせるロングパスを投じました。しかしこのパスオーバースローでしてパス不成功になっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。さあ琉球相手陣35ヤードからセカンドダウンテン。さあ中央ダウンテン、本日好調の33番にボールを託しました。33番相手ディフェンス殺到する中、これを駆け抜けまして攻撃権更新、琉球ガーデンライオンズファースター。ここは33番藤本に託しまして攻撃継続となっています。琉球これにより相手陣23ヤードの位置に入りました。琉球ガーデンライオンズ相手陣23ヤードからファースターアウトテン。成功。クォーターバック7番左にセットし、その位置から内側に走り込んできたワイドレシーバー9番にパス、これを9番見事にキャッチし約7ヤードから8ヤードゲインに変えています。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン残り1ヤード、パスを先ほど取りましたが9番の篠宮でした。パス不成功。パス不成功です。クォーターバックになるが今度は28番にパス、28番これをキャッチしかけましたが、このキャッチをパスをキャッチミス、パス成功でサードダウンに変わります。パスプレーは非常に見目鮮やかなプレーではありますが、失敗となりますとそのプレー自体が無効となります。このリスクとせめぎ合いという形になります。琉球ガーデンライオンズサードダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣14ヤードの位置にあります。
中央ジャンプ、判定どうか。ここではホイッスルが鳴っています。このプレーに関する判定をお待ちください。琉球ファースター、先ほどのプレー見事決まりまして、攻撃権更新となっています。ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取りました。琉球ガーデンライオンズ前半1回目のタイムアウトです。先ほどから琉球ガーデンライオンズ33番の藤本、そしてレシーバーに入っております9番の篠宮のプレーが非常に光っております。そしてこれを指揮しております7番藤原の素晴らしいその指導力に関しても注目したいところであります。さあタイムアウトとけまして試合再開です。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。パス不成功。ここで一気にタッチダウンを狙いました。中央走り込んだ28番にパス、しかし28番へのパス、これがオーバースローでしてパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。さあ琉球はここでさらにタッチダウン重ねると現在攻勢に出ております。セカンドダウン10。パス不成功。ここで宮古島がプレッシャーかけました。クォーターバック7番、これをかわしながらパスを投じましたがコントロール定まらず不成功となっています。これは宮古島ナイスディフェンス。この琉球のパス構成を鑑みまして宮古島は一気にダッシュをかけました。これが見事構想し、このプレーを阻止する形に成功しています。さあ攻防非常に面白い状況ですが、前半残りわずかの状況での琉球ガーデンの第4つサードダウン10。33番ハンドオフを託され、ランプレーで中央密集点突破、そこから相手タックルをかわしまして右オープン展開し、それをそのディフェンス陣振りほどきまして、そのままエンドゾーン駆け込みタッチだ。ここで琉球ランニングバック33番藤本の個人技でここの状況を突破しまして、琉球ガーデンライオンズタッチダウンを重ね6点追加としております。そして琉球トライフォーポイントに入ります。琉球プレーを選択します。2ポイントコンバージョン2点を狙います。2ポイント成功。ここで琉球はプレーを選択しました。失敗すると得点の割り、しかし決まると2点さらに追加となるこの状況、見事決めまして2点追加。琉球ガーデンライオンズ2点追加し22点、宮古島シーホークス0点となっております。
さあ巧みな攻撃を展開しています琉球が現在有利に進めておりますが、その琉球のキックオフにより試合再開となります。前半残り時間わずかとなっておりますが、果たして宮古島この状況を生かし状況打開を図れる突破口を見出すことができるでしょうか。かなり奥深くに入った位置で宮古島はボールを抑える選択をしました。しかしどうやらフェアキャッチシグナルはしておりませんでしたので、この抑えた位置で攻撃開始という形になります。キックオフのボールはフリーボールです。基本的にキッキングチームもキック位置から10ヤードを超えた距離であれば誰が取って抑えても構いません。従いまして今宮古島はこの状況を鑑みましてフェアキャッチを行う形で有利な位置を確保せんというところでしたが、ボールをスルーしましたがフェアキャッチシグナルは出しておりませんでした。従いまして普通のリターンがあの位置で止まった格好になっています。宮古島シーホークス自陣7ヤードからファーストダウン10。成功。クォーターバック7番右に展開していた23番にパスを投じましたが、このパス不成功、セカンドダウンに変わります。宮古島シーホークスセカンドダウン10。ここでランニング3番がハンドオフを受けまして中央突破しまして約5ヤードから6ヤードゲインしておりますが、ここでホイッスルが鳴っています。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして宮古島シーホークス0点、琉球ガーデンライオンズ21点、琉球ガーデンライオンズが3タッチダウンリードするなどして前半終了となっております。